下中や三郎は、平凡者の創業者、教員組合の創始者、また労働運動や、農民運動の指導者。下中薫だけとも言う。1878年6月12日、兵庫県滝郡、今田村に生まれ、幼くして、父を亡くし登校となる。1898年、神戸市も中小学校の代用教員となり、 小学校準教員検定試験に合格。1902年に上京、児童新聞や、婦女新聞の編集に携わる。1910年に、中等教員検定試験教育科に合格し、1911年から1918年、埼玉県市範学校の職託教師となる。農本主義の影響を受け、1919年、広明会を結成。 学習権、教育委員会制度、教員組合結成の促進を要求した、教育改造の4項領を発表。1923年、教育の正規者を創立。1924年、児童の村小学校の設立に協力する。その間、1914年には、ポケット顧問や、これは便利だを発売するために平凡者を創設。 1931年から1935年には大百科辞典を出版して一躍、辞典出版社として著名になる。1930年頃から国家主義の立場に立ち、新日本国民同盟、日本革新党などを創設。1940年には大政翼3会の発足に協力、大日本講和同盟の役員となる。敗戦後、 公職追放。超古代士官の犬塚これしげが、会長、友人のオカルティスト三浦肝臓が副会長のひなを、懇和会の名誉会長を務め、中木天一、小笠原隆次山根菊といった義主関係者が集った。1951年、追放会場とともに再び平凡社社長に復帰。1955年、 世界平和アピール72委員会を結成。1955年から1959年、世界大百科事典を出版。1957年、日本書籍出版協会初代会長。晩年は平和運動や世界連邦運動を推進した。1961年2月21日没。去年82。編集物は多数に上るため。 諸書,書を中心としたものに限る、ありがとうございます。